接のチームがこの一帯を支配していた。その圧倒的な勢力によりかえってその一帯は統率が取れていた。フルスロットル響くゴールド派手に上げろのろし、限りなく続く道を進む無限の旅路。この世は争いばかり、逃げれば負けて終わり。だが無限の支配に唯一屈することなく、たった二人で互角に渡り合った兄弟がいた。雨宮兄弟。決着がつかないまま、ある事件をきっかけに突如無限は解散し、雨宮兄弟も姿を消した。そしてその地区に5つの組織が頭角を現した。三能連合会。その痛みの先にあるものは何だ。俺たちは何のためにその拳を振りかざしていたのか。この街を守りたかった。ホワイトラスカルズ。女を必要に悲しませる男は許さねえ。二度と女を傷つけんじゃねえぞ。親子を拳一つで鳴りやがる。そのために親子の看板背負ってんだ。俺たちは家族のため生きることを決して諦めない。だから誰よりも高く飛次は栗を食うために総動取る。お前ら逃げんだ。
各チームの頭文字を取ってその地区はスウォード地区と呼ばれた。スウォードのチームが抗争を繰り返す中、9つの組織からなるクリューグループの一つ、家村会。跡目争いのためその地区に忍び寄る。ここは若いやつに任せるか。だがそこに湾岸地区から新たな勢力が進行しつつあった。足並み揃えて止まらない。システム俺なり照準前例ないから測れない。マリ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 。自らの理想を実現するために集まった戦いのスペシャリスト、マイティーウォーリアーズ。 Here we go。 金のためなら手段を選ばないスカウト集団。ダウンと、そんな彼らを率いるのはあの男だった。ソードを潰してください。ハイ&ローザムービー。